そうですね、はい。残念ですね。もう本当道場では、入江さんはやっぱり階級が重くて、でちょっとなんかまあ練習するのにも、パワーがやっぱ違うなっていうのはあったんですけど、領土さんは本当技術的なことを、まあ、いろいろ教えてくれてた人なんで、ね、技もそうですし、打撃も本当キレのある打撃っていうか、基本を知ってる人なんで、もう本当にすごい残念ですね。まあちょっと期間空いちゃったっていうのはあるんですけど、まあその記録は伸ばしていきたいなって、まあ、練習頑張ってます。動画にグラップリングの試合がアップされてて、それは見たんですけど、デストの試合はちょっと見てないですね。やっぱ本当に寝かされない、組ませない、でやりたいんで、まあ、それは変わらないんで、そうですね、まあ変態には負けられないですね。まあ、なんかどういう変態なんですかね。困ります。自分で言ってくるぐらいだから怖いですね、やっぱ。ああなるほど、ちょっとなんですかね、林田ワールドっていうか繰り広げられちゃうんですかね。まあ、させないっすけどね。ほんと1年前に清水選手とデストの本戦でやらせてもらって、まあ最高の結果だったんで、それもほんといい思い出ですね、あれは。じゃあ今この季節はいい印象しかないといけない。そうですね、まあ来年もそう思うために、まあ今回もいい結果出すんで。どんなことがあります？そうですね、やっぱり今年タイトルマッチ挑戦できればなと。そのためにもやっぱ今回落とすわけにはいかないんで、勝ちたいと思います。まあ、祖父を亡くしてからも6年になるんですけれども、まあ、その祖父がまだ生きてた頃にまだやっぱ、まあ、祖父孝行っていうかそういうのができてなかったんで、まあ、まだ僕がこういう現役でやってるうちはできるだけ祖父をそういう、まあ、有名な、まあ、華やかなところに舞台とかこういう、まあ、インタビューとか、まあ、日の目が当たるところで、まあ、ちょっと出していきたいなと思ったので、はい、その、まあ、気持ちが強いですね。はい、やられてしまったにもかかわらず、まあ、チャンスいただいたので、まあ、そういうチャンスを生かしたいっていう気持ちの方が強かったので、基本的にやっぱ強い選手しかやっぱ上がれないので、やっぱ練習環境、まあ、うちの道場だけじゃなくて、今年に入ってからも出稽古ですね、出稽古の数をちょっと増やして、本当にもう結果が欲しいんだったらもうやっぱり外に行って、その強い選手の持ち味を、まあ、少しでも多く吸収したいっていうのが今あります。はい、基本的に僕強い相手としか当てられないんですよ。だから基本的にそんなに強くない選手と当たった試しがないんで、そこは変わらないんですけど、まあ本当面白い相手ですよね。また面白い相手ぶつけてきましたよね。全然、まあ本当に MMA ができる数少ないオールラウンダーな選手だなっていう印象は本当強いんで、まああとはあれですよね、大五郎いいっすよね。決まった時に、まあ、大五郎と変態っていうね、
なんかテキストインタビューだと加藤選手がなんか意外と食いついてこなかったので、関わりたくないって言われちゃったので、いやそこまで言わなくてもって思って、ちょっとショックが今そっちは大きいんで、まあね、別にそんな変なことをしないんで、よろしくお願いしますって。どうもそのゼストの、まあ、関係者の方々、選手の方々、みんな僕のことをちょっと真面目な、まあ、印象だと思ってたみたいなんですけど、まあ実際そう真面目なのかもしれないけど、まあそれも本当だし、まあ、交流がある程度深まってくると自然に出てきちゃうんですよね。もうとりあえずまあそっちの話をしないと気が済まない性格みたいで、初対面とかまだそんな期間が薄いとそういうことはないんですけど、お父さん側からまあやりすぎないでくれとくれぐれちょっと言われてるので、まあ差し支えない程度に、社会人としての自覚を持って接していきたいなと思ってます。はい、できれば、まあ、お互いの変態が、お互いの意識の中に眠ってる変態を、まあ、リングの中でぶつけれたらいいなと思ってます。はい、あとはまあ真面目に言わせてもらえれば、まあ、ベストコンディション整えて、4月12日の、まあ、新宿フェイスのリングでお待ちしてますんで、楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。もう有望ですよね。ぜひとも、はい、試合で、まあ、引き出させますね。はい、皆様に支えられるゼストのナンバーシリーズも40回目、日頃のご愛顧への感謝を込めて、選手スタッフ一同、より一層激しい戦いをお届けします。4月12日土曜日、新宿フェイスゼスト40、チケット絶賛発売中。